サンケイスポーツレースクイーンアワード2022準グランプリ&フライデー賞に輝いた青井成美23が各週土曜日に週末レースクイーンでコラムを担当し、近況やレースへの思いなどを写真付きで熱く楽しく綴ります。では第20回コラム、スタートです。青井成美、スーパー GT 第4戦で所属チームが3位表彰台。RQ として初めて味わう感動に大興奮。皆さんこんにちは。サンスポレースクイーンアワード2022準グランプリ&フリーダ。Y 賞の青井成美です。先週はスーパー GT 第4戦が富士スピードウェイで開催されましたね。私たちの応援する6号車チームルマンは3位表彰台を獲得することができました。私はスーパー GT でレースクイーンとして表彰台を経験させてもらうのは初めてだったので、本当に嬉しかったです。予選 Q1 で片山選手、Q2 でロベルト選手が活躍し、決勝レースは5番手からのスタートとなりました。決勝日はスタートから雨が降り、だし、途中で晴れたりと不安定な天候の中でのレースになりました。レインタイヤからスリックタイヤに履き替えるタイミングなど、作戦を練るのも大変だろうなと思いました。一番印象的だったのは、最後の93周目でトップ争いをしていた2台を抜き3位になったところです。そのままゴールし、表彰台となりました。ピットはチェッカーフラッグが上がった瞬間大興奮でした。こんな貴重な瞬間を近くで見ることができて、本当に嬉しいです。次戦の鈴鹿サーキットはアウディ R8LMS が得意とするテクニカルコースです。表彰台を目指して、チーム一丸となって頑張りますので、皆さん、6号車チームルマンの応援よろしくお願いします。今後のスケジュール。8月12日、土曜日浴衣団体撮影会 I。N 東京8月13日、日曜日浴衣団体撮影会 in 名古屋8月15日、火曜日伊勢崎オート8月23日、水曜日マシェバラ西口工場放送部8月26日、土曜日、27日スーパー GT 第5戦、鈴鹿サーキット8月31日、木曜日西口プロレス、